ということで、マルタ共和国を出て、これからブルガリア・ソフィアに行きたいと思います。朝の11時です。着くのが12時、1時ぐらいなので2時間ぐらいのフライトでございます。行ってまいりましょう。はい、ということでブルガリア・ソフィアに来ました。いやー、ようやくです。マルタはですね、3週間ぐらい滞在してて、でブルガリア・ソフィアに来たんですけども、僕この国のこと全く知らないんで、とりあえず一回ね、ちょっと地下鉄乗ってホテルの方チェックインしたいんですけど、ブルガリアは基本2日間しかいないです。で、この2日間が終わったら26日、日曜日に、また飛行機に乗って、で、ジョージアに行く予定でございます。でジョージアでは数ヶ月滞在する予定なんですけど、ブルガリアちょっと初ですね。はい、ここコスタコーヒーですね。空港の周りはこんな大きい、結構やっぱりなんか今まで見た空港よりも割と大きくて、しかもめっちゃ綺麗ですね。これがブルガリア語なのかな。もうマジで何書いてるか全く分からへん。いやこれ大丈夫か、採石不安やぞ。うん、ってことで、採石不安な中、コスタコーヒーでちょっと、腹ごしらえをしながら、どうやって地下鉄乗るんかみたいなのを調べていきたいなと思います。はい、ということでブルガリアの、ソフィア地下鉄にやってまいりました。マジで分からんけど、ここ終着駅みたいなんで、どの電車に乗っても一緒でしょうね。はい、ということで行きましょう。早速地下鉄ではなく普通に、あ、これ地下鉄ではないんかな、普通になんか電車に乗ってきました。はい、ということでここが工事ロフトっていうね部屋だったんですけども、ちょっと後で見せたいと思います。こっからですね、ちょっと宿泊施設だったんですけど、若干汚めなんですが、意外と部屋は綺麗だったのでだいぶ満足でした。街並みはめちゃくちゃヨーロッパって感じしますね。結構このブルガリアソフィアの街は割と物価が安くて、本当に東京の半分と言われてるみたいなんですけど、これが結構ね気になるんですよね。どうなんやろ。正直空港で着いて、コスタコーヒーを頼んで、だいたいコーヒーと、あとちょっとなんかちょっとしたお菓子みたいなのがだいたい500、600円とかだったんで、コスタコーヒーはチェーン店なんでわかんないんですけど、ちょっと他の外食がどれぐらいの価格帯なのかめっちゃ気になるので調査していきたいと思います。はい、ということでここがですね、アレクサンドルネフスキー大聖堂というところみたいですね。正直もう観光地に関しては全くわかんないんですけど、でもすごいね、なんかやっぱり大聖堂って感じする。これなんかフィンランドの大聖堂にちょっと似てる気がする。すごい、なんだろうな、なんか亀色というか、いやなんかすごいとしか言いようがないわ。でもなんか入れるんかな、そもそも入れんか。都市部はだんだんと違ってきますね。やっぱりちょっとね、街、なんだろう、道を一本二本外れるとやっぱりちょっと田舎かなーっていう感じはするんですけど、まあそこでちょっと都心部の方に入るとやっぱり全然街並みが、景色が変わりますね。めちゃめちゃ違う、すごい。ということでケバブ屋さんでケバブ頼んでみました。これがだいたい1つ70円で、3つで210円で、パンがこれが1つ70円って感じなんで、まあ、だいたい、350か400円ぐらいですね。うん、外食結構安いですねやっぱ。はい、ということでケバブ食べてみたいと思います。はい、うん、うまい。うん、あ、すごい、なんかブルガリアでは結構こういうケバブ形式のやつが
やっぱり流行ってみたいですね。なんだろう、でも普通になんかロールキャベツみたいなのもあるみたいで結構気になってるんですよ、そっちも。はい、ということでブルガリアソフィア、中心地に来ました。もうここまで来るとアジア人とかも全然見かけないんですけど、意外と日本料理屋で、ラーメンがあったりとかするんですけど、一杯1400円とかなんですよね。でそこでなんかちょくちょく日本人の人を見かけたりとかしたんですけど、いやー日本料理はどこ行っても高いんですね。もう本当にここケバブは結構安かったんですけど、日本料理となると高いっていうね。すごいねやっぱなるかな。うん、でもなんか2人とか、まあ、それこそ彼女とか彼氏彼女とかで来たらおそらく結構ねここを重宝するんじゃないでしょうかね。めちゃくちゃおしゃれよここ。いやもうねどこ行ってもここにたどり着くんですよね。結局はスタバです。ここですよやっぱ。はい、ということで、こんな感じの宿泊施設となっております。まあロフトみたいなところなんですけど、まあここがちょっと作業部屋で、まあ深夜まで作業できて、でここがロフト、よいしょ、上がですねこんな形でベッドになっております。まああそこにコンセントがあるんで、あとはここキッチンですね。 IH があって、でここ調理器具、まあほんと簡単なフライパンだったりとかお皿があって、でここ冷蔵庫って感じです。はい、服かけて、ここ実はロフトになってるんですけども、ここを開けるとトイレと、あとはシャワーがついてて、でシャンプーリンスがあるっていう感じですね。シャンプーとあれかボディウォッシュか。はい、テレビですね。テレビは使わないんで。ってことで、日曜日はねこんな感じです。めちゃくちゃ簡素、ただ一人部屋でめちゃくちゃよし、3日間で60ユーロ、1日20ユーロなので、まあ2400円って感じですね。全然 OK。 はい、ということで、ご飯作りました。鶏肉と卵、もうこれ焼いて煮て終了です。で味付けはお塩っていうね、ここで全て終わらせたんですけど、こんな形で昼食、朝食兼昼食みたいな感じです。ただいまですね11時43分2月25日でございます。ではいただきます。はい、ということでライオンズブリッジっていうところに来ました。結構この辺りが中心地になるのかな。ほら電車とかめっちゃ通ってる、すげー。でですね、なんでライオンズブリッジっていうのかっていうと、あ、もちろんライオンがいるからですね。ただでもこの辺り全く分かんなくて、何の前知識もなく普通にフラッと来たんで、なんでブルガリア、住むんだったら物価はですね東京とかだったら半分とはいかないです。正直半分とはいかないんですけど、ただ、結構物価は確かにヨーロッパの中では安く感じたので、住むんだったらいいのかなと思いきや、ですね、実はノマドビザないんですよ。で移住ビザも実はあんまり整備されてなくて、結構就労ビザとかでもしかしたらいけるかなっていうレベルなんで、ノマドの方はちょっと向かないかもしれないですが、数ヶ月の滞在だったら3ヶ月まで入れるみたいなので、宣言協定以外の国でございますので、もしビザランとかするときは結構いい国なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、ということでブルガリアンレストランにやってきました。せっかくなんでね、うわめちゃくちゃ人気、トリップアドバイザーめっちゃ人気やん。
すごい、メニューが手作りだ。すげえ。はい、ということで、うわ、めっちゃおしゃれ。いただきます。いや、すごいな。うん。重っ。うん。うん。はい、ということで、ただいまですね、11時51分、2月26日、本日、フライトでございます。今日、ジョージアに行って、で、そっから、ジョージアじゃないわ、ギリシャ、アテネに行って、そっから、そのまま、ジョージアに行きます。ということで、めちゃくちゃ楽しみでございますね。今日ね、夜8時からのフライトなんで、まだ時間はあるから、ちょっとだけ観光していきたいなと思います。では行きましょう。なんかやってる催しかな、イベントっぽいね。アイスパークっていう、あー、フィギュアみたいなのやってますね。おそらくすごい。この側は外石ですね。すごい、普通の街中にあるし、住宅街もうまとまんなくなるんで。そうですね、Birds like that, eh? So I'm a musician, eh?はい、ということで、街中の雰囲気ばっかり撮ってたんで、結構、なんだろうな、割と雰囲気は撮れたんですけど、とりあえずちょっと自分のほんまにここにいるんかっていうのがちょっと伝わりにくいかなと思ったんで、内カメで一旦撮っております。ただでもね、人がねちょっと多かったんで今避けてるんですけど、ブルガリは結構ね暮らしやすいです。まだ2日しか暮らしてなかったんですけど、全然普通に1週間1ヶ月で折れるなって感じですね。で、ジムとかも結構豊富にあるんで、ちょっと気になってたジムに行きたいなと思います。はい、ということで、ジムに行って、で、5時6時ぐらいになったら、空港に行かないといけないんで、それまでちょっと時間を潰しながら行きたいなと思います。はい、ということでジムにやってきました。ちょっと払えるか心配ですが、行ってきます。ということでアイス頼みました。ティラミスです。いやー、さっきちょっとお土産物屋で30分ぐらい悩んじゃったんですけど、今実はヨーロッパで周遊しているうちに、なんかねちょっと収集したいなと思って、実は各国でですね、ぬいぐるみみたいなの買ってるんですよね。で、ちょっとこれ実はスーツケースに大きいねあるんですけど、それまた見せようと思うんで、実はですね各国で集めておりました。うん、それが何やねんっていうね話やな、本当に。うん、ということでちょっと食べていきたいと思います。今日はですね、今2時55分なんで、5時ぐらいになったら、空港に行って、でそこからまた、ジョージアの方に向かいます。で、まずジョージアに行く前にギリシャに行って、でちょっとトランジット挟んでジョージアなので、めっちゃ楽しみです。ギリシャも行けるっていうね、実はギリシャも初めてなんで、ちょっと空港しか見れないんですけど楽しみです。はい、では食べていきましょう。はい、ということでこれからですねアイス食べたので、地下鉄に乗ってこれから空港に向かいます。ブルガリアラスト終了でございました。
2日3日ほど2日間しかいなかったんですけど、まあでも十分楽しんだじゃないでしょうか。ソフィア結構ね住みやすい国だなと思いました。あとシンプルにねバルカン諸国って EU 圏内ではあるけど、宣言協定が適用されてないんで、結構ね住みやすいですよね。3ヶ月間住めるんですよね EU で終わったら。なんで僕が例えば EU 圏内で3ヶ月終わりましたってなったとしても、あと3ヶ月ここにいて、でまた EU 圏内に戻るみたいなこともできるんで、めっちゃおすすめです。はい、1.6F で購入できました。だいたい100米ユー120円くらいですね。現金で買えるんですけど、カードで普通にピッチして入れるみたいなので、これじゃなくてクレジットカードで入るみたいなので、正直カードでいつも払ってるとしては払うと思います。はい、ということでソフィアエアポー左ですね。結構日曜日なんで割と混んでるんですけど、どうだろうな、これが本当に混んでるのかどうかっていうのは正直わかんないですね。はい、ということでチケット手に入れました。こっからですねギリシャに向かいたいと思います。いやー意外と思ったより結構スラッと行けたんでめっちゃ楽しみですね。ギリシャに行って3時間ほど待って、で、トランジットが終わったらジョージアです、ついに。で並んでるうちにねちょっと宿泊所も予約しちゃったんで、うん、まあこれが一番いいでしょう方法としては。はい、では行ってきます。はい、ということで普通に通関通ったので、これから、ギリシャそしてジョージアに行きたいと思います。普通にオンラインチェックイン予約せんでも、預ける荷物があったんで、うん、全然普通にチェックインカウンター並んじゃったな。こういう時はちょっと学びですね。まあ、1000円ぐらいちょっと多めに払っちゃったんで念のためっていう感じでございます。では行きましょう。ちょっと待機して12時前にジョージアに飛び立ちます。いやーギリシャ初上陸です。こう見えてまたちょっとじっくり来たいですね。では空港に行きます。はい、ということでギリシャアテネ国際空港着きました。とまあちょっとトイレ行ってきます。ここプライオリティパス使えますね。ギリシャアテネ空港です。時間は9時33分で11時50分にはチェックインしてないといけないので、まあ、ちょっとゆっくりとしていきます。はい、ということでラウンジに来ました。Wi-Fi がつきまして20分だけ使えるみたいですね。めっちゃ広い。でここはもうプライオリティパス、楽天パスのプライオリティパスで使用したので使い放題です。20分だけ。はい、ということでギリシャアテネからこれからトビリシ、ジョージアトビリシに向かいます。時間は11時27分。あと 6% しかない。あと30分後出発でございます。ではトビリシへレッツゴー。